タファの秘密基地01。動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたまです。今日紹介するおもちゃは、これだ！仮面ライダー01デラックスエクシードチャージングファイツ。そして、デラックス俺ビジティング電話プラグライツキーだ全国の仮面ライダー野郎、玩具野郎、集結せよ。今回の動画が面白かったらチャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。それから、ちびっこをぜひ、大人と一緒に見てね。しばらくは、新商品のやつって、木曜日にレビューしてたけど、ちょっと遅くなると思います。まあね、お家に出ないように。この動画を見てるあなたもね、うちで過ごそう。さあ、それでは早速レビュー行こう。これはね、仮面ライダーファイズのプログライズキーです。エクシードチャージングファイズ。あ、いい名前だね。パッケージこんな感じです。さあ、そして、これ、仮面ライダー電王のやつなんだけど、名前が俺、ビジティング電王。これ今までのプログライズキーもなんとかイングなんだよね。だからこれもチャージング。これ電王どうなるのかなと思ってる。ビジティング。だからこれはビジットはこうやってきたみたいな。だ俺参上電王プログライズキーみたいな感じで。この名前がすごく好きです。あ、いいね。遊び方こっちでやろう。1、単品遊び。2、別売りの秘伝01ドライバーで、変身。他にも、エイムズショートライザーや、フォースライザーでも遊べます。さあ、それでは早速、取り出します。じゃーん！順番に見ていこう。まずは、エクシードチャージングファイツ。この正面の部分のプレートはシルバー。綺麗ですね。後ろはガンメタ。早速、音声を聞いていこう。Complete! 音声がいい。結構、おなじみの音声です。中を開けるとこんな感じ。さあ、次、俺、ビジティング電王。正面はね、メタリックレッド。後ろはホワイト。それでは、音声聞いていこう。クライマックス！ほーん。あの音がします。中を開けると。こんな感じ。単体の遊び方は、こんな感じ。さあ、それでは次は連動遊び。まずはファイズから。音声いいね。必殺技。次はエイムズショットライザー。さあ、そして最後がフォースライザー。さあ、次は、電王。おー、デンライナー飛んでったね。って聞こえた。必殺技。おー、いいね。俺ビジティングってなんかこう、このなんか語呂がいいです。さあ、次はエイムショットライザー。さあ、そして最後はフォースライザー。ベルトの遊び方はこんな感じ。さあ、そして最後は武器、アタッシュカリバーでいこう。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回の仮面ライダー01デラックスエクシードチャージングファイズプログライズキー&デラックス俺ビジティング電王プログライズキーのレビューいかがだったでしょうか？それぞれのライダーにまつわる音声が入っていてよかったですね。僕個人的にはそうだね。この俺ビジティング電王。このプログライズキーがとっても気に入りました。だけどこのファイズのやつもね。特徴的な音声が入ってて、両方良かったですね。そうして僕は満足です。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。俺も01が好きだという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter もやっています。Twitter のフォローもどうぞよろしく。あとはどんなことでも結構です。トファー。俺はファイズの直撃世代だよ、とか。僕もね、電王の直撃世代だよ、とか。両方の音声、よかったね。などなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。わたわでした。またねー。連想を